はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジーブレイブエクスバイス、続きをやっていきたいと思います。まずはまた例によってラピス100個を受け取りましょう。これいつまでだっけ、わかんなくなったな。まあいいや。で、今回はですね、ちょっと召喚獣のゴーレムを手に入れたいと思うので、ちょっとそちらの方を進めていきたいと思います。で、メンツはまあいつもの通りですね。で、ゴーレムの、入手の仕方なんですけれども、まずはこのザデール砂漠西部に行きます。まあ、この探索ですね。まあ、体力は9使うんですけど、誰連れて行こうかな。8のティナが強そうだけどレベルが低いっていう、夜ご飯とか夜ご飯、今日は結構ね豪勢な感じでピザを取ったんですよ。ドミノピザっすね。まあ久々に食いましたけど、まあ、やっぱりピザはうまいっすね。ドミノピザは俺は前あのマヨネーズがかなりうまいと思うんですよ。で、まあこの砂漠のところになんか行き倒れてる人がいるみたいなんで、ちょっとまずはそいつを見つけましょう。あ、こいつですね、こいつっていうかこいつこんなところで倒れててさ、いつから倒れてたのか知んないけど絶対死ぬだろう。まずその上で死ぬのと、モンスターに襲われんだろう。お、死体がある。モンスターに食われるだろう。水をくれー。返事がない。ただの屍のようだ。で、水って言って気を失ったのか。で、オアシスが、このマップ中央のところにあるんで、ここで、まあ、水を調達すると。てかさ、お前ら、普通に水持ってないのっていう、砂漠に来るんだからさ、なんでいちいちここまで来て調達しないといけないんだよ。間違えたら俺たちもこのまま砂漠の餌食になってしまうぞ。で、ここに水があるんで、下のキラキラしてるやつですね、これを取って水を汲んだ別にさ、下からも水汲めるだろう。なんでここじゃないといけないんだ。じゃあ急いでさっきの人のところに持ってきましょう。気を失っているようだ。近くで水を探してみよう。水を飲ませますか。はい。いや、俺たちも水飲みてえよ。自分たちの水持ってきてないからな。それをお前にあげるんだぞ。これは完全に命の恩人だ。生き返った。ありがとう。おかげで命拾いしたよ。助けてくれたお礼をしたいが、あいにく大したものは持っていないんだ。ふざけんな。代わりと言ってはなんだけど、とっておきの情報を教えてあげるよ。この砂漠の南側には古い遺跡があるんだ。そこには古代の幻獣が封じられていて、何かを守ってるって話だぜ。興味があるなら探してみるといい。じゃあ俺は村に帰るよ。助けてくれてありがとうな。てかお前なんでこんな砂漠に来たんだ。こんなところにぶっ倒れて。目的は果たしたのか。そのまま帰っていったけど。で、あとはもうこのマップは用はないんで、まあ出ましょう。はい、これでこのザデール砂漠の南部が出てくるんで、まあ、ここをクリアすればいいみたいですけど、まあ多分今の体力だと全部はできないんで、一応イベントはありか。ここにはゴーレムという幻獣が封じられている。へえ、誰に聞いたんだ。てかお前知ってたのかよ。ここ王都から遠いとはいえ、ここもグランシェルト領だぞ。王国騎士なら常識だろう。常識なんだ。そうだっけ。実戦のこと以外はどうも頭に入らないんだよな。この戦闘バカが。
仕方のないやつだな。封印の伝説があるのはこっちの方向だ。常識の割には伝説なんだまあ伝説が常識として伝わってるっていう感じかな。これちょっとシナリオ的にいまいちねよくわかんないところがあるんですよね。まあ体力7なんで2回はいけるか。誰を連れていきましょうかね。そうするとやっぱ X ですかな。 X ですのちょっと魔法を見ましょう。うん、ガは揃ってるな。 OKOK。 まあ X ですは今超流行りっすからね。ラスウェルって昔から真面目だよな。お前が不真面目すぎるんだ。まあ何にも縛られない自由なレーゲンさんの性格を受け継いだのかもしれんが、誰があんなやつに。よし決めた、俺はこれからあいつなんかより真面目になる。そんな単純でいいのか。ただこの敵はちょっと初めてだな。後ろのブラックプリン的なやつら。とりあえず全体攻撃打ってるやつは打って、できれば一旦で倒したいけど、残ったか。結構残ったな。レッドマシュマロか。1200とかめっちゃ攻撃力高えな。確かねハイパーリストとパワーリストね両方装備させた気がするんですよね。ラスエル攻撃力高いから。クスレスはとりあえずもう完全魔法、あとは攻撃にいいかもな。1300とか突出して強えな。まあ、エクスレスが吸収される分には全く問題ない。ラスエルはやっぱ攻撃キャラっすね。攻撃力がめっちゃ高い。幻獣つけてないのに。今ルナとレインが幻獣つけてるんで、ルナは多分そのせいで結構攻撃力高いと思うんすよ。ただラスエルデフォルトで強えな。多分メインが455、2回の900くらいなんで、そうですよね。でラッスルじゃなくてレインは多分ヒットポイントがめっちゃ高いんですよ。守りキャラ、まあ、2339のラッスルが1786ですからね。これはちょっと魔法でいった方がいいかもしれないな。さすがにこのレッドマシュマロ相手には属性攻撃でいきましょう。エクスレスもサンダガおら、いけ。これは一旦狙えるっしょ。なんかレジストされたけど、まあいったな。でもよーし、レッドマシュマロが肉を落としたぞあいつ絶対ゼリー系なのに。2800か。そろそろレインがレベルマックスになるんですよね。まあラスウェルもそうだけど、そしたらまた最後のランク5にしたい。この人何言った。 X、 ティナ、暗闇の雲、セシル、メデュース、ジタン、バン、フリオ、イクチュー。すっげえいっぱい持ってんなこの人。なんでみんなこんないっぱい持ってるんだろう。あんまりこのゲームで課金する人とか少ないとは思うんですけどね。あんまりそんな課金しておーすげーっていう感じじゃなく、自分みたいに無課金のそのラピスとチケットだけで普通に楽しめますからね。いや別に課金してるのをディスってるわけじゃないんですけど、まあいいキャラいた方がいいですからね。てか誰連れてこう。なんか微妙だな。連れてく人が微妙になってしまった。パワーキャラが多いな。この太陽、ティナレベル53、ちょっと魔法を見てファイガーがあれば連れてくか。ない、ティナ星4か。やっぱり、でもまあこれしかないんで連れていきましょう。ゴーレムってのは古代の誰かが生み出した人工の幻獣だよな。そうだ、やれば思い出せるじゃないか。ふふ、バカにするなよ。そしてゴーレムは何かを守るためここにいる。正解だ。
もっとも何を守っているか明らかにはなってないがな。守るっていうとやっぱり財宝とかかな。てかそれをさ、こんな簡単に解き明かせるの？もっと他のやつらでももう謎は解き明かしてそうな気はするけど。そう、ティナファイラしかないのか。あ、ラフエルは攻撃した方が良かったかな、魔法より。まあ基本魔法使えるけど攻撃キャラっすからね、こいつら。まあレインとラスウェルは当たるな。レッドマシュマロでも十分攻撃通りますね。まずちょっとルナの攻撃が936でしょ。でラスウェルが1394、レインが460の300。あ、2回目のが弱いんだ。ちょっと残ってるからこれはファイラで駆逐してから攻撃をしましょう、下のやつに。まあアンゼルムはどう考えても魔法キャラだし、フィーナも攻撃キャラではないんで、やっぱちょっと劣りますね。前衛の3人が攻撃キャラだからな、今のメンツだと。アンデルム、まあ前も言ったけど杖を装備させてるんで魔法重視っすね。まあバブルシャワー使ってきますか、溜まってるんで。とりあえずこれを先に打ってダメージを与えつつ攻撃に走ると。まあね、星5を持ってれば見えない一撃、星5使いたいんですけどね。やっぱりアンゼルムかルナどっちかを星5キャラと変えたいけど、まあ引きが良くないんで、まあこればっかりはしょうがないですね。出ないものはしょうがないっていう。でここはもう最終戦なんで全力でいきましょう。アラジンとか3人いますからね全然合成してないな、あいつ使ってないから。よし、ここもクリア。ここは何個あるんだ、ダンジョン的には。多分最後は召喚獣のマークがつくんで、まあゴーレム戦だなっていうのは分かると思うんですけど。おお、レイン59レベルかも。進化の時がやってきた。でも進化したら進化したでレベルを上げないといけないっていうのがまたあるんでね。とりあえずちょっと体力がなくなっちゃったので、体力が回復したい、また続きをやっていこうと思います。はい、ではザデール砂漠南部都の跡、こちらをやっていきましょう。まあ、消費体力7だけど、まあ、今19しかないですけど、やってるうちに多分21までには行くっしょ。まあ、全部で多くても5個だと思うんで、まあ多分この体力があればやっていけると思うんで。また助っ人はメープルマン、名前がいいね。メープルマンの駆除でも連れてきますか。魔法見てみよう一応。うわ、ちょっと魔法の使い方が微妙だな。アビリティでバイオブラスターがあるからこれを中心に使っていきましょう。バイオブラスターをこれつけたのかな？なんかクジャがバイオブラスターを使うイメージはないので。これはすげえな。スーパーサイヤ人3あたりになってんな。まずは全体攻撃で例によって攻めていきましょう。バイオブラスターがどれだけ強いかだな。やっぱりなんだかんだ言って助っ人は重要ですからね。ゴーストが残ったか、見えない一撃。クジャって飛んでんの？浮いてなかった今。あんまりクジャ連れてってないんで、ちょっとモーションとか全然わかんないですけど、ちょっと殴ってみっか一回。あ、飛んでる。まあとりあえず一ターンあれば一匹は倒せるんで。で、バトル読んで、また全ての力を解放して、
サクッと倒せば多分効率がいいと思うんで、レッドマシュマロか、これは魔法でいこう。こいつ何に弱いんだ。バイオブラスター倒せっかな。うん、何かがレジストされてる。そういや、なんかレジストされてたな。おお、マシュマロゼリーからゼリーが起こってきた。で、ここでまた総攻撃をかけて、これは1ターンでいけるでしょう。クジャはバイオブラスター、オーライ、け毒になった。なんだ、氷、炎、レッドマシュマロだから炎がレジストされてんのかな。よし、とりあえずクリア。でもレインが次のレベルに上がるまで1万以上あるし、ああまだありますね。ザデール砂漠南部遺跡前、14貯まるまで8分か、あと8分9分かかりますねこれ多分ちょっと時間余るな。ひよこ豆、ビビか、ビビは崖をね確か全部覚えるんですけど、38レベルっていうのはまた微妙だな。そうするとやっぱりティナ、いや、エクスデスがいるか。エクスデスは最後に連れていくとして、そうするとスーパーサイヤ人2のティナを連れていきますか。セイヤ、まあ、セイヤっていうのも何のセイヤなんだかねちょっと読めないですけど、自分はもうセイヤって言われたらセイントセイヤのセイヤが一番最初に思い浮かびますけど、こいつはストーンの方がいいかな。後ろのやつがファイガが効かなかった気がするけど、まあティナはファイガしかないんで。ティナはちなみにもう崖はファイガしか覚えないですね、こいつは。やっぱレッドエレメンタルが炎に強いんで残りましたね。まあ、あんまり戦闘早く終わってもね、体力が溜まってないからあれなんだけど、ただ遅らせる意味もないので、これはどうしよう。まずウオタラ、レインはストーンだな、でラスウェル、ブリザラ、ティナのファイガーかな、効かないからな。まあ効かないは効かないなりにいつ当たるんだ。分からんけど3桁は当たってるな。まあといってもあとを攻撃すれば片付けられるんで。また気持ち悪い虫みたいなアイテム出してきた。レッドエレメンタル多いな。なんだここは、レッドエレメンタルの巣か。悪いな、今は人間様が通るんだ。お前らはどいててもらおう。攻撃した方は倒せますね。ルナが攻撃した方か。そして普通の攻撃も誰かがレジストされてんな。あ、フレイムタンだ。確かね、ラスウェルがフレイムタンなんですよ、今剣装備してんのが。だからだ。エンシャントイビル、古代のイビル、古代の悪魔ってことか。まあ普通の敵だけど、古代の悪魔がそんなにいっぱいいるんだ。こいつはファイが効くでしょう。できればワンターンキル。おお、何かでめっちゃ減ったな。あれ、これなんだこのアイテム、結構重要そうなアイテムだったけど。
星5にランクアップさせるのにまたアイテムが必要なんで、それが揃ってないとちょっと厳しいな。レインが59レベル、60になれば確かね星5に進化できるはずなんですよ。そこに何が必要かっていう感じっすね。あと10秒なんでちょっと待ちますか。ザデール砂漠南部封印地、これはもう完全に、あ、消費体力9じゃん。はめられた。じゃあちょっと一回体力回復をまたするんで一回切ります。ではザゼール砂漠南部封印地、ここでゴーレムっすね。連れていくのはもうエクスデスでいいや。エクスデス46と47だったら47、まあ多分ゴーレムなんで、もしかしたらパワーキャラの方が良かったかもしれないですね。なんか普通にさ、ゴーレムこうやっているんだったらさ、絶対誰か来るだろう。もっと別のやつが。生命反応を感知、侵入者と認定。石像が動き出した。窓ロック解除、戦闘プログラム起動完了。侵入者を排除。問答無用だな。どうやら話をして通じる相手ではないな。ああ、倒して黙らせるぞ。マジこいつら悪役だな、本当に。とりあえず力でねじ伏せる。で、ゴーレムは多分、エアロラに弱いと思うんだけど、一応ライブラを使いましょう。ま、石には風でしょう。普通に考えて。ヒットポイントは1万5000。そんなに多くないな。やっぱり石に強く風に弱い。アンゼルムがエアロラがあって、ラスウェルもエアロラがありますね。で、石以外だったら効くんで、クスデスだな、そうすると。クスデス、あ、ウィークスか、ウィーク。で、最初にウィークを放って、あとは、攻撃。おぉ、2000。結構当たるな。これも、勝負は結構早くつきそうだな。エアロラに、ラスベルもエアロラ。で、エクスデスは、まあ、石にサンダが、どうだろうね。石にブリザガにしよう。まあ、変わんないと思うけど。気分的に。よし、これであと一旦倒すな。マグニチュード。いくつだ、ちょっと。太陽の光が眩しくて、マグニチュードがよくわからん。意外にでも減ったな。ルナとかちょっとマグニチュードもう一回食らったら死ぬんじゃないかっていう勢いでしたね。試験管を落とした。生命の魔素。これ確か誰かの進化に必要だったんだよな。戦闘プログラム停止。データ更新。侵入者を新たな管理者と認定。新たなってことは前の管理者がいたのか。そもそもこいつなんで作られたのかが不明だからな。そして石が石になる。あんまり変わってねえし。幻獣ゴーレムを手に入れた。ゴーレムは仲間になったみたいだけど、財宝は見当たらないな。所詮伝説だ、そんなものは。待て、ここに石碑がある。何の石碑だ。遠い未来、これを読む勇気ある者へ。私はゴーレムの開発者である。この幻獣は兄弟であるがゆえに所有権をめぐって争いとなった。私は争いを収めるべくゴーレムに自分自身を守る命令をし封印した。ゆえに未来の者よ、ゴーレムを倒した暁にはその力を正しく使ってほしい。ゴーレムが守っていたのは自分自身か。財宝じゃなくて残念だったな。ああ、でも頼りになる仲間だ。結局力あるものが全てって感じだな。おーっと、ちょっとランクアップまであと少しだな。
はい、というところでゴーレムを無事手に入れましたので、今回はこれで終了して、また次回続きをやっていきたいと思います。